どうも皆さんこんにちは、チャックバスです。本日はですね、ソニー銀行で最大3万 ANA マイルがねもらえるキャンペーンがやっておりますので、本日はねこちらの解説やっていきたいなと思います。ということで今回ですね、ソニー銀行でこちらのソニーバンクウォレットのですねキャンペーンがやっておりまして、最大ね3万マイルね一応もらえるんですけれども、おすすめなのはね、まあ1万マイルまでのね、このキャンペーンがおすすめっていう風になっておりまして、一応3万マイルね、もらえるんですけども、ちょっとね、ハードルも高かったりするので、まあ基本的にはね、この1万マイルの方をね、狙っていただければな、なんていう風に思うんですけども、今回ね、こちら結構いいキャンペーンになっておりますので、気になる方はですね、ぜひね、最後までご覧いただければなと思います。それではですね、今回ね1万マイルもらえるキャンペーンと2万マイルもらえるキャンペーンね、一応分かれているっていう風になりまして、まずね1つ目の1万マイルのキャンペーンですね、新規発行と利用していただくと最大1万マイルがねもらえるキャンペーンという風になっておりまして、期間がですね2023年の2月1日から2023年4月30日までエントリー不要っていった形になります。で、条件がですね、期間中にソニー銀行の口座開設と同時に ANA マイレージクラブのソニーバンクウォレットを申し込みいただいた方っていう風になっておりまして、またね2023年の5月31日までにこちら ANA マイレージクラブソニーバンクウォレットで国内ショッピング10万円以上ね利用していただくと、特典として1万マイルがねもらえるっていった形になるんですよね。こちらね、新規利用と10万円分の利用分もね含むっていう風になるわけなんですけども、今回ね10万円利用していただければ1万マイルね獲得することができるっていう風になりますので、かなりいいですよね。で、こちらのキャンペーンのね付与マイルは2023年の7月の下旬っていう風になっておりまして、新規利用発行分とか利用分に関してはね翌月上旬にね付与されるんですけども、キャンペーンの利用分に関しては7月のね下旬に付与されるっていった形になってるんですよね。いやね、今までねここまで大きいキャンペーンね多分なかったんじゃないですかね。10万円利用で1万マイルもらえるっていうキャンペーンであればね、かなり話題になってると思いますので、私がね発行した時はね、また外貨預金とかのねキャンペーンで私発行したと思うんですけども、10万円利用していただければね1万マイルもらえるのであれば、まだねソニーバンクウォレットのね発行されてない方はですね、ぜひね発行していただければなというふうに思います。特にね注意事項とかに、ここの利用先はダメですよみたいなね、まあそういったのはね記載がないので、とりあえず国内ショッピングっていうところだけね押さえておいていただいて、こちらね海外の利用分はねダメみたいなので、カウントに入らないみたいなので、国内のね利用分であれば10万円利用していただければですね、キャンペーン対象になるっていう風になりますんで、ハードルもね低いのでおすすめっていった形になります。で、もう一つのねキャンペーンなんですけども、 ANA マイル付き外貨預金新規受け入れ額に応じて最大2万マイルプレゼントということで、こちらね外貨定期預金っていう風になっておりますので、こちらね2万マイルは条件達成すればもらうことはできるんですけども、まあ外貨預金ということで為替のね影響を受けるっていう風になりますんで、リスクがゼロじゃないんですよね。ですので一応マイルはね、初めて発行される方は2万マイル、既存の方も1万5000マイルね、もらうことができるわけなんですけども、一応ね、損する可能性があるっていう風になりますんで、この点はね、お好みになるわけなんですけども、注意ね、していただければなと思います。で、こちらの期間が2023年の2月1日より2023年の4月の30日までっていう風になりまして、条件がですね、こういった形になってるんですよね。これね、今回50万円以上ね、預金していただかなきゃいけないんですけども、50万円以上からですね、200万円以上までね、条件っていうか、このもらえるマイルが異なっているようになっておりまして、今回ね、2万マイル、マックスで欲しい方は、200万円以上ですね、定期預金、外貨のね、定期預金入れなきゃいけないっていう風になりますんで、これね結構リスクあると思うんですよね。またねこれ判定がですね7月の下旬っていう風になりますんで、今からだいたい5ヶ月ぐらい外貨預金をね定期で入れなきゃいけないっていう風になりますんで、これ途中解約したらね対象外、まあキャンペーンのねこのマイルもらえなくなるっていう風になりますんで、
本当にね、この点は慎重にね、判断していただければなと思います。で、またですね、今回こういった感じで200万円以上ね、外貨入れといて、まあ7月の下旬ね、行っていただければ、まあ新規口座開設した人であれば、2万マイルね、もらうことができるわけなんですけども、こちら200万円きっちり入れたとしますよね。で、為替の影響を受けますんで、まあ大幅にね、損した場合、レートが下がって200万円切ったとしますよね。そうするとね、これ200万円以上じゃなくて200万円未満のところでね、カウントされるっていう風になりますんで、ここもね、結構渋くなっておりますので、だから本当に200万円ギリギリで入れて、まあレート下がって200万円切りましたってなると、まあ、新規発行した方だとね、もう1万マイル取りこぼすっていう風になりますんで、まあ、この点もね、注意していただければな、なんていう風に思います。で、今回のね、キャンペーン2つありましたけれども、まあ、1つ目のキャンペーンで最大1万マイルですね。で、2つ目のキャンペーンで最大2万マイルということで、合計ね、3万マイルがね、もらえるキャンペーンっていう風になるんですよね。まあこういった形になりますので、まあひとまずですね、この2つ目のキャンペーンはですね、まあお好みになるわけなんですけども、もしやりたい方いらっしゃいましたらですね、まあ利用してみるのもね、いいのかなと思うんですけども、まあ先ほども言った通りね、リスクがございますんでね、この点は注意してください。ということで今回ですね、こちらのソニーバンクオーレット ANA のね、新規入会キャンペーンをね、解説させていただいたわけなんですけども、まあ今回ね、発行していただいて、まあこちらね、今持ってない方限定になるわけなんですけども、まあ、口座開設して、カード発行してね、10万円利用していただければ1万マイルね、もらえるっていう風になりますんで、これはね、かなりいいですよね。しかも利用期間がですね、5月の末までっていう風になってるんで、まあ今ね、2月の頭で今ね、発行しても、まあ大体2週間ぐらいではね、届くと思いますので、まあ2ヶ月半で10万円だったらね、普通に生活費ね、決済してれば、まあ、行くんじゃないかな、なんていうふうに思いますし、もし足りなかったらね、ちょっとAmazonギフト券でも購入しておけば、達成できるのではないのかな、なんていうふうに思いますので、発行されてない方はですね、今回ね、発行していただくのね、かなりチャンスなのではないのかなと思います。で、このね、ソニーバンクオーレットのカード自体がね、まあ、どんなカードなのかっていうと、このカードはですね、デビットカードっていう風になっておりまして、銀行にお金を入れといて、それをクレジットカードでね、この決済するとそのまま落ちるっていう風になっておりますんで、クレジットカードだとちょっと使いすぎちゃうみたいなところがあるんですけども、これだとね、口座直結でそのまま落ちるっていう風になりますんで、まあ使いすぎね、注意されたい方はね、結構いいのではないのかなと思います。またね、ANA マイルもね、こちら貯まるんですよね。1000円で5マイルっていう風になりますんで、0.5% 還元のね、マイルが一応ね、貯まるデビットカードっていう風になります。で、私がなんで持ってるかっていう話をすると、昨年ね、世界一周した時に、レボリュートとソニーバンクオーレットね、2枚で行ったんですよね。で、基本的にね、レボリュート使ってたんですけども、一応ね、1枚で行くのもね、ちょっとあれだなっていうので、一応サブでね、こちらも現金をね、現地で引き出すことができるんで、まあそれでね、持って行ってたっていう感じですかね。まあ個人的にね、どういう方がおすすめかっていうと、まあどうでしょうね、レボリュートがあればほとんどこと足りてしまうんですけども、一応ね、このカードを持ってると、結構マニアックな話になっちゃうんですけど、ソニーのね、商品をね、よく購入される方、まあ、こういう方はね、おすすめです。私、カメラとかね、よく購入するんですけども、まあ、今ね、もうほとんど持ってないんですけども、一時はね、レンズとかカメラ結構買っておりまして、このカードでね、ソニーの商品買うと、プラス 3% オフになるんですよね。で、株主優待とかね、そういうのを、あるとさらに10% オフとかね、まあそういうのがあって、このカードで決済するだけでプラス 3% オフねしてくれたりするんで、まあソニーのカメラとかね購入される方はですね、このカードねめちゃくちゃおすすめっていう風になるんですけども、またね先ほども言いました通り ANA マイルもね貯まるっていう風になりますんで、基本的にレボリュートでね、ほとんどこと足りてしまうんですけども、今回ね、1万マイルね、もらえるっていう風になりますし、またね、レボリュートだけでね、ちょっと行くのは、心細いなっていう方は、こっちね、持っておくのもですね、いいのではないのかなと思います。こちらね、ちゃんとね、ビザタッチとかもついてますんで、もうタッチするだけでね、決済とかもできますんで、結構私はね、便利にね、利用させていただきました。ということで、今回ですね、こんな感じで終わりたいなと思います。この動画が役に立った方、いいね、チャンネル登録ぜひお願いいたします。私ブログ、ツイッターもやってますんで、フォローチェックしてあげるととても嬉しいです。それではまた次の動画でお会いいたしましょう。バイバイ。